は山梨放送の女性アナウンンサー元元モデル元タレント愛知県三好市出身名古屋、東京を拠点とするアイドルグループジアンナスイートの元メンバーである。株式会社シスターマネージメントへの入所は2014年当時、高校2年生。ジアンナプロジェクトの練習生からソロアイドルとして、 ショールームで行われていたイベント黒髪美少女物語にてデビューを果たす。なお、このディープスノーの PV の制作資金をクラウドファンディングで募るプロジェクトを立ち上げてファンディングに成功したことでも話題となった。卒業後は東海地方を中心にタレント活動を続けた。同期にはアビスパ福岡の東や里支樹がいる。趣味はちょっとした贅沢をすること。 特技は、動物と仲良くなれること、モチベーションビデオ作成、時間短縮メイク、歌って踊ること。スタイリングコレクション出演 ABC 岡本桃香、イブスアナウンサーハットシスターマネージメント時代の、プロフィール、ネクストブレイク必死のアイドルジアンナ・スウィートの、東京初ワンマンライブに密着。日刊スパ、2014年11月28日閲覧。ジアンナ・スウィートに、 岡本桃香加入、ライブ P に、橋本圭一氏三角、エキサイトニュース、2019年12月28日閲覧、ノーズ名古屋アナウンスワークショップ、合格指導実績、岡本桃香のツイッター2021年2月23日、投稿文。ノーズ名古屋アナウンスワークショップ、主催者情報、中京大学体育会サッカー部公式、インスタグラム、 ノーサッカー、ノーライフ、インカレーブログリレー企画、中京大学体育会サッカー部公式ツイッター、マネージャー所属、激坂、松尾玄太監督率いる大阪体育大が、中京大に競り勝ち7年ぶり決勝へ、中京大学ホームページ、サッカー部男子、あずまや選手、ジェーニアビスパ福岡入りへ、ハットイブス、山梨放送アナウンサー2020年6月8日、 東京中京大学広報誌、新研ミニ2019年10月号前席、記念プレイランドキャッスル記念京南天 YouTube、天然温泉アーバンクアイス PA& リビング、YouTube 自由にダンス、ユーロビート編 YouTube ハットスティックに選べる自由を。編 YouTube ハット、ラソールガーデン、名古屋結婚式場イメージ動画 YouTube ハット、ラソールガーデンダイニング名古屋の結婚式場で、 プロポーズ YouTube ありがとうございます。